皆さん、こんにちは。今日は2024年8月18日日曜日です。今日のテーマは中国大手投資機構が破産しました。まだ破産しました。これについて中国の金融お茶、お茶です。でも金融お茶あるんですよ。日本にはないんですが。 でも中国にはあります。金融、商品です。お茶です。の裏について話をします。また中国では新型コロナ感染者がものすごい増加しています。でもですね、国際便、飛行機、チケットが安いんですよ。特に日本行きのチケットが安いんです。警、ま、戒、あ、してほしいですね。 うん、以上の情報ですね、多いので、少しずつ話をしたいと思います。1、金融チについてですね、前の動画ではコメントがありまして、あの、話をしてほしいとっていう話がありました。しかしですね、ずっと情報なかったので、私もずっと待っていましたが、でもですね、情報ないんですが、でも逆にまた情報出てきたので、話をしたいと思います。 まずですね、こういう動画あるんですが、このお茶ですね、の店舗に入って多くの消費者、あるいは投資家だと言えるでしょうか。みんなですね、投資家たちはここにいてものすごいですね、抗議しました。会社のものですね、破壊もしました。会社の要人、担当、店長さんですね、えー、に対してですね、そういう まあ、行動もありました。暴力とは言いませんが、お金を返せと、責任を取れというのがありましたね。そしてですね、どうしてこの状況となったでしょうかこれはですね、これについて話をしますが、実はですね、被害者の数はどのくらいでしょうか全国ですので、統計はできていないんですよ。でそもそもですね、統計されても、皆、そのニーズに対して多分、誰も、 言わないと思いますし、信用できないと思いますので、ただしですね、被害の金額っていうのはだいたい出てきたんですね。約500億元以上です。約1兆円ですね。でもこれはもっと多いんです。実はもっと多いんです。社長はですね、現在行方不明です。会社としては再編手続き中です。約3ヶ月間かかりますが、どうなるでしょうか今のところはまだわかりません。 この話ですね、実は8月の2日、まあ返済不履行となって、まあ社長ですね、消えてしまって、あの、8月5日くらいから、まあ、だとなって、これでですね、あの、多くの人は、こういう各地域にある店頭に入って、まあ、抗議しました。現在ですね、ある意味は落ち着いてきました。実はですね、多くの被害者ですね、投資家とも言いますが、実は逮捕されました。 ま、簡単に言いますとですね、これは、簡単に言えばですね、詐欺なんですよ。中国では最近ですね、まあ、詐欺っていうのはたくさん多いんです。例えば、黄金の詐欺もありました。黄金の方は、中国の国営銀行、国営銀行、国営投資機構ですね、中国黄金っていう国営企業を信じて、積み立てで、積み立てで金を購入しました。そこで保管してもらっていました。 まだですね、実はですね、気づいたらお店はもうなくなったんですよ。中国黄金の説明としては、みんなフランチャイズですよと言ったんです。うん、おかしいですね。みんな納得しませんよ。今回ですね、またこういう話が出てきました。ファンチャーという会社ですね。今回は、えー、事件ですね。あなたのはファンチャーという会社です。この会社ですね、内装はものすごい立派です。 外の看板もですね、まあ、金目切りなんですよ。目切りしたことが分かりませんが、金かとか分かりませんが、黄色ですね。で、金色をものすごい主張します。金色というのはお金持ちなんですね。8月12日であっても、まだ抗議する人が、えー、まだ集まってきました。噂ではですね、これは最新情報ですが、被害額は3000億元以上です。で、約6兆円超えるんですよ。 この会社は2022年9月に設立されました。創業者はテイヤさんです。2022年10月、全国で116の支店が同時にオープンしました。つまりですね、この人はものすごい最初から計画しましたね。それからフランチャイズを募集して、最後ですね、支店の数は全国で340件を超えていました。 そして、ちなみにですね、この金融お茶の前には、小寒茶というものが流行っていました。中国ではお茶を飲むですね。これは昔からの習慣であって、水を飲むと同じ感覚で飲んでいました。喉が渇いたらお茶を飲みましょうっていうのがあります。しかしですね、これがもう普通すぎて面白くないと贅沢に思うことが多いんですよ。出てきましたね。 ここで、小寒茶っていうものが出てきました。ミニサイズ。いつでも新鮮なお茶を楽しめる。王先生が作ったんです。王先生は誰でしょうかわかりません。でも王先生ですよと言います。なななどですね。そういう理論、思想ですね。宣伝しますので、実はですね、裏にあるのは、日本の茶道ですね。 中国人から見て、中国もですね、あの、お茶飲む習慣ありますから、まあ、地上5000年の歴史持つ大国ですし、でも中国には砂糖ってないんですよね。なので、日本の砂糖を見て、みんな魅力だではないと感じるんですよ。なので、真似しようという人が多いんですよ。これで、こういうのはですね、出てきました。小寒茶です。家では、 砂糖を食べる、楽しむことはできませんので、でも、小喚茶、ね、あの、飲んで楽しめると。今まではですね、お茶というのは、もう結構、壺に入れていますので、まあ、いっぱいですね、入れます。2杯入れますとかありますけれども、小喚茶の場合は、ミニサイズです。梱包も可愛くて、綺麗です。同じはですね、実は全部同じですよ。でもですね、一応、色付けは違いますので、 楽しめるっていうのがあります。実は意味はないんですよ。高いだけですね。しかしですね、当然ですが、長くは続きませんでした。そもそもあまり人気はなかったんです。最初は若い子には人気あったんですが、やはりまあ中年度ですね、やはり普通の方にすればあまり人気はないんですよ。私も全然興味ないんですが。そして今回ですね、金融お茶の社長さんは、 とにかく宣伝がとても上手であって、ちなみにですね、自称、韓国にも進出しました。ニューヨークタイムズスクエアにも広告を出しました。っていうのがあります。でも、我々は知ってはいるんですが、ここですね、ニューヨークタイムズスクエアですね、お金出せば何秒何分ですね、時間も決めるんですが、広告ですね、誰でも出せるんですよ。別にプロボードでもいいんですよ。でも、中国では、 多くの人ですね、わかりませんので、これがですね、まあ上場者とか、やはり、まあそういう宣伝もあったんですよ。噂もあったんですよ。それを信じるんですね。社長は言いました。高級のお茶を作ること。お茶業界のルイビトンを目指す。っていうのがあります。このお茶ですね、実は元というのは、プーアル茶です。安いんですよ。プーアル茶です。流れを言いますと、プーアル茶ですね、コロナの前から、 実はですね、もう全然売れなくなってしまいました。ちなみに、ここで説明しますが、中国人ですね、結構、緑茶が好きなんですよ。また、最近ですね、近年ですが、コーヒーとかミルクティーとかですね、タピオカを飲む人たちが増えてきました。まあ、若い子だけでもなく、中年の方も結構人気なんですよ。プーアルチャーよりミルクティーが飲みやすいというふうに 思う人が多いんですよ。ちなみにですね、プワルチャーは発行するものですね。少々ですね、癖あるんですが、でも私は問題ないです。ここで作戦出てきました。放送を豪華にしましょうよと。これで付加価値を上げましょう。生産地についての歴史ですね。思いっきり宣伝します。歴史にある大物人物ですね。大先生たちに、大、えー、先生たち,たちも 飲んでいたんですよと思いっきり宣伝します。でも証拠はないので、飲んだかどうかはわかりません。でも、そういう宣伝はありました。そして、放送ですね。パッケージは一番大事であって、放送を変えたら豪華に見せましょう。そうするとですね、まあ、金色ですね。やはり主張しますので、まあ、黄金の葉っぱという意味ですが、中身は黄金ではないと思います。これはですね、風水が くで運が良くというふうに延期の良い言葉を書くんですよ。ここにはですね、万里の頂上と同じく長く強く。つまりですね、このお茶をですね、買って飲むと、まあこういう延期もいいんですよっていう意味ですね。ちなみにですね、中国ではお茶ですね、これ一つを買うのは、一つ一致と言います。一致と言います。あの、 重さですね。グラム数ではないんですよ。一つの単位ですね。これが1位なんです。そして、豪華ですね。こういうお茶をですね、実は中身は変わりません。プワル茶です。パッケージですね。豪華に見せて、それから高級な豪華のお店に展示して売りますので、市場価格ですね。20件のお茶ですが、パッケージとか入れたら、2918件で売りましたね。約ですね、5万円ぐらい売っていたんですよ。 300円、400円しかないのお金で、まあ、400円のお茶ですね、パッケージで買えたら、5万円ぐらいで売っていましたね。でも、それでも限定販売です。一人は一つだけ買えるんですよ。同時にネットでお茶の展覧会ですね、博覧会とかに力を入れて、また宣伝しました。ここで、子会社にですね、市場で買い戻そう。買い集めることをやるんですよ。 当時ですね、2918件で歌うお茶ですね。自分の子会社は3918件で買い取っていたんですよ。これはですね、赤字ですよね。でも、裏があるんですよ、これは。なので、本来ですね、例えば5万円で売りました。子会社は7万円で買い戻すんですよ。赤字ですね。でも、裏があります。ここで、さらにですね、回収しましょうと。 ま、結果ですね。爆売れですね。やはり売れますので、ここでですね、さらに回収しましょうとなって、同時に売るお、おちゃんの量ですね、減らしました。結果ですね、市場ではお茶の値段はものすごい高いんです。でも店舗には商品としてはあんまり置いていません。予約して、1ヶ月後、1つだけ納付することとしました。逆にですね、ここでは、 手元にこの茶をですね、持っている人間たちは、またこれから値段上がるよねと分かって、思って、売りません。原因はですね、当時の宣伝では、この茶ですね、世界でもものすごい売れています。みんな争って、交差するんですよ。この間、フランチャイズ店も募集していて、加盟ですね、してもらって、各地域には店舗を作って、体験してもらうんですよ。体験ですね。 内装の工事が大事ですから、豪華に見えば、お茶ですね。普通の20元のお茶でも、美味しく見えるんですよ。飲めるんですよね。ここで会社はまだ作戦を考えました。前売りですね。お茶はないんですよ。でも、お金ですね。1閣払ってくれたら、1ヶ月後、3ヶ月後に納付しますよ、と。最後ですね、ここまでいただきたら、うん、もうないんですね。市場で買うなら、もう最終的に4万件。 約100万円弱でなったんです、となったんですよ。このお茶ですね。最初は500円もしないですが、最後ですね、もう100万円近くですね、なっていきました。こういうのがありました。ちなみにですね、多くの投資家は、えー、投資家とは言いますが、でもすごい投資家のように見えないかもしれません。みんな結構ですね、普通の服装とか着てると思いますので、実はですね、結構みんなお金を借りて投資しましたね。あるいは、 カードローン払いで、あの、先にお金を払って、お茶を納付してくることを待っていました。でも、この会社は今はですね、もう再編もないので、投資したお金ですね、もう返ってきませんので、これは返ってきてもですね、お茶しか返ってこないと思うんですよ。でも、なので、みんなはですね、もう分かってきて、お茶の価値はもうないよねと分かって、大変なんですよ。これが、こういう状況なんですね。つまり、お茶、 と言いますが、まあ、金融商品ですね、となって言いましたので、一つの詐欺なんです。これは。とういうことですね。めちゃめちゃ多いんですよ、中国では。次ですに、ね、37歳の若い子、タクシンさんの娘さんは、タイの首相となりました。ペークタンさん、ペートンタンさん。あまり政治経験がなくて、でも首相となりました。タイの政府機構に勤めたこともないんですよ。 タクシン一族として3人目の首相として登場しました。これについて説明します。タクシンさんについて皆さんはご存知ですが、長年海外へ亡命していました。2006年のクーデターで集客して、2008年から海外逃亡、生月を続いていました。2013年6月か8月でしたが、帰りましたが、逃亡先ですね、結構天々でしたけれども、 主に香港でした。当時中国政府はタクシーさんのことを支持していました。あるいは守っていたんですよ。娘さんも長年香港に滞在していました。中国政府との関係は当然ですね。深いんですよ。なので今後タクシーさんの娘さんは登場しましたので中国との関係はどうなるでしょうか。やはり注目しなければいけないんです。 私はですね、気になることがありまして、軍事での付き合いなんですよ。タイはですね、中国から潜水艦、原子力ではない方です。潜水艦を購入するとも決めたんです。しかし、軍政府は強くなってきて、それをダメにしました。理由としては、ドイツ製のエンジンではないからです。中国製のエンジンはですね、質が良くないので、買いませんよと決めたんです。今後は、 どうなるでしょうか中国ですね、積極的に武器、軍艦、潜水艦とかを売りたいんですよ。お金の問題のためではだけではないんです。原因はですね、物は売りました。通信システム、レーダーシステムも使ってもらいますので、これが原因なんですよ。つです3さん、アメリカ側の情報です。7月、ロシアの開門ですね、石油。 えー、原油ですね。海で調達する会社、会社と言いますか国ですね。一番多いのは中国です。次はサウジですね。二番目なんですよ。みんなびっくりしました。サウジですね。石油、ね、もう産出つの大国ですから、それでもロシアから買うんですよ。まあ、ロシアの製油場ですね。ウクレナの無人機の攻撃を受けたり、 爆発が起きたりですね、ものすごい被害が大きいでしょうと思いますが、話題となっていました。しかし、出は普通に続いています。そう時間もにすれば、ロシア産の石油が安いので、大量購入して、発電に使っています。今年の夏は非常に暑いんです。また、韓国もロシアから石油あるいは原油ですね、大量購入しました。といった情報はあります。 これがですね、国際社会ですね、非常に複雑ですよね。韓国はウクライナを支援して、まあ、アメリカを経由してですね、大学、すごい、あの、提供すると言いますが、おりましたけれども、でもですね、ロシアからも石油を買うんですよ。次です。4。中国ではコロナの感染者は急増でしょう。これについてですね、中国政府は何も言わないので、証拠はありません。 ただしですね、多くの病院では、咳とか、熱とか、呼吸器の患者さんがものすごい増えています。中国の SNS でも普通に言います。私も感染した。私も、私も、私も、というふうに良い,い状況ですね。なので多いと思います。最近各地域では、2024年原因不明の肺炎の満員の防衛訓練をやっています。これが今の状況です。 そして、社会とな、社会でになっているのはですね、白い服を着るタイベックですね。悪魔がまた登場してきました。なので、みんなですね、中国政府の行動を見て怖いんですよ。とみんな思っています。中国政府は何を言っても信用できません。そもそもコロナは人から人へ移りませんと言ったので、でも、あれは嘘でしたね。なので、中国政府は何を言ってもみんなはもう信じません。 ちなみにですね、私は気になってたのはですね、中国の格安のスプリンク、えー、航空会社ですね、最近チケットを出しました。これは、プートンから関西空港までの、まあ、プートンですね、関西空港までの行きの飛行機チケットです。片道ですね、4件です。約100円ですね。でもですね、消費税、税金いりますので、燃料税とかですね、必要ですので、 400元ほどいります。約1万円ですね。なので、1万円台ですね、止めるんですよ。片道ですが、これが今の状況ですね。なのでですね、日本に行く、えーまあ、中国ですね、こういうコロナの感染者が多い中で、まだ日本に行く、行くですね、チケットが安いわけですから、行く人が多くなってくるではないかというふうに思います。次です。こうンンの 市場換算局の交換。この間発言したことで、ものすごい批判されています。みんな警戒してきました。流れを言いますと、彼はですね、一つの金魚を潰すことはとても簡単ですと発言してしまいました。この発言ですね、録音されてネットで公開しました。発言したのは、このサン,トンションにある市場換算局の交換です。 相手は企業家なんですよ。つまり、罰金を取られた時に脅迫されたことを録音しました。これについて、これはですね、8月12日の情報でした。20月14日、交換は説明しました。自分が発言したのは事実です。ただし、我々はですね、だから我々はしっかり行動しなければいけません。企業のことを大事にしなければいけません。 しっかり調査しなければいけません。しっかり調査して立件しないと企業は倒産するでしょう。だから立件の時に慎重に慎重にやらないといけませんよと、そういう意味で発言したんです。ただしですね、この説明が終わって、まだ次の録音の内容ですね、拡散さ,されました。その交換は言いました。私のノルマは、2024年今年の目標、ノルマは、 5000万元です。約10億円ですね。つまり、罰金をですね、取らなければいけませんよ。っていうことなんです。またですね、その後ですね、まだ社会で渡となって、交換は出てきて、まだ説明しました。確かにそういう話はしました。これが、口がですね、全てしまったんですよ。金業に協力してほしいからです。というふうに説明しました。でもですね、 この交換は現在ですね、未明な確保されて調査中です。これは8月22日、三等省では、まあ、登会ですね、あの、やるというのがあります。こういうことですね、実は非常に多くて、金業を潰すことは確かに簡単です。タコさんの罰金すればいいんですよ。あなたは犯罪者ですね、と言われたら、中国ではですね、自分は無罪です、と、証拠、証明しなければいけません。 これはですね、普通の国ではそんなことはないんですよ。警察官にしてもですね、この人は犯罪者ですと決める前にですね、証拠とかたくさん必要なんですよ。でも中国では逆なんですよ。警察官にあなたは犯罪者ですと言われたですね、自分は無知ですという証明を立たなければいけません。立たないとですね、自分は犯罪者なんですよ。ちなみに中国政府は強くて、特にそういう政府の機構ですね、一つの世帯、 一人の人生を終わりにすることも簡単なんですよ。これが中国政府の、まあ、権力ですね。無限なんですよ。やはりメディアの関心はないので、はずけの自由もないので、こういう現象ですね、起きています。またですね、中国では社会の変化もとこさほさんありますので、また話をしたいと思います。この動画はここまで,でしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。